ジョイさん、今日はどこに来たんですか？今日はビッグCに行きました。今回はゴミみたいな食事する人のスーパーでの買い物の内容と、まあ、俺みたいなハイティーなあの食事管理スーパーちゃんとしてる人のカートの中身っていうのをみんなに見せていきたいと思うので、ね、新しいちょっとスタイルの動画にはなるけど、まあ、ぜひ楽しみにしていってください。ということで行っていきましょう。今日はスーパーの中で、ね、いい食材っていうのを買っていくんで、今スーパーの方に向かっていくんですけど、ビッグCだけにあのビッグレーンですねビッグレーンですね。はい、ありがとうございます。ビッグCなんでビッグカートで行っていこうと思います。ゴミみたいな食事する人のカートの中身からまずみんなに紹介していきたいと思う。ゴミみたいな食事する人は大体、まあ、何かしら肉は買うと思うんだよね。だけどこいつら買う肉ってのが大体ね、こういう加工された肉ですね。ベーコンとか、これは生ハムかな、うん、ソーセージとか、うん、こういった工場で加工されまくってる肉をとりあえず買ってくる。特にねベーコンとかが多いね、俺がよく見る限り。ベーコンとかウインナーとかゴミよ。皆さんが毎晩シコシコしてるこれっすよ。こういうのみんな食ってるよね。うん、ゴミっすよね。こういったウインナーね、あ、これ悪そう体に。うん、大体ちょっとタイ語で分かんないけど、たくさんゴミ入ってるんだよ。まあでもね、せっかくあっちにさヘルシーでいい肉いっぱい並んでんのに、みんなあえてこういったね工場で加工されまくった、ね、添加物まみれの、ね、肉を入れていくんですよ。添加物と化学調味料とクソみたいな、うん、で次にクソみたいな食事してる人がよく買うものはお惣菜コーナーです。はい、こういったねお惣菜はね食べていくんですよ。いいよね、料理しなくて済むし、手軽に電子レンジでね、このプラスチックとともにね温めてね、マイクロプラスチックまみれでさね、体にたくさんダメージ与えれるからね。こういったもの食うよねみんな。うん、まあ、日本だと弁当とかね、揚げ物とかでその辺ね、ご飯と一緒に食ってんもんね。許してもいいかなって思えるのがこのチキンかな。多分これ普通にグリルで焼いてるからそんなに体に悪くないと思う。ただ問題なのはめちゃくちゃ温められた状態の肉をあのプラスチックの中にそのまま入れちゃうってやつ。プラスチックと熱はめちゃくちゃ相性悪くて必ず溶け込むから、食事の中に。だからこういった肉もプラスチックまみれなわけよ。あったかい状態で梱包されてるから良くない、良くないよ。出ました、皆さんが大好きなね、フライドチキン、大勢のフライドチキン39バーツ、これ1個で100円です。そりゃ安くて美味しいもんね、買っちゃうよねみんな。わかるわ、わかるわ。これ何、シューマイ、大勢のシューマイ、これもね後でね、3時のおやつとして買っておきましょうか。うわ出ました、温められた状態でプラスチックの中に入れられたスープ。スープ自体は悪くないかもしれないけど、これね熱い状態でプラスチックと一緒にしちゃうのは良くないですね。あー、白米も炊くのだるいから今日はプラスチックまみれの白米でいいや。あ、そしてね、みんなの大好きな朝食用のねパンです。こちらクロワッサンですね、油まみれの。はい、こちらもしっかりね朝から生産性台無しにするために食べていきたいと思います。うわ美味しそう。これはカスタード、なんだろう、ドーナツかな。こういったのマジうまいよね。ドーパミン漬けです、ドーパミン漬け。気持ちよくなると思います、ドーパミンで。今日はこんぐらいにしとくか。あとでね、さっきの買った加工肉と一緒に食べれるようにね、ホットドッグのねバンズを買っとこうと思います。来ました、こちら皆さんの食事のお供、サラダ油でございます。サラダ油です。油の中のゴミの中のゴミの油です。こちら値段見てもらえば分かるんだけど、バチクソ安いんだよね。で安いのには理由があるんだよ、体に悪いからないよ。で簡単に安く製造できるからなんだよね。で基本的にどこを外食してもそのどの油使ってるかっつったら、こういったねサラダ油なんですよ。なぜかというとコストを下げれるから、料理のちゃんとこだわったイタリアンぐらいだね、オリーブオイル使ってるのは。まあ、とりあえずサラダ油ね、どの料理にも使えるんで、この辺のやつ1個適当にカートの中に入れておこうと思います。あ、砂糖、砂糖も買っとくか。砂糖切れてるもんな、もう家にないもんな、ね、コーヒーにも入れれるし、紅茶にも入れれるし、コーラにもね追加でもっと甘くしたかったら入れれるし、いろんなものに入れれるんで砂糖入れていこうと思います。あとはパスタもね一応買っとかないとね、イージーカロリーだし、ね、ソースとあえて食べるだけだもんね。みんな絶対やってるっしょ、あのパスタ茹でてそれであの明太子のさ
ね、こうチューブでこうやってビッて出してかき混ぜて食うみたいな、ね、それもいつでもできるようにパスタ買っときますよ。タイにちょっとね、あのキューピーの明太子パスタソースがあるかどうか分かんないんだけど、で来ました、ね、夜お腹空いたらやっぱこれだよね。これに俺は卵ちょっと半熟気味で入れるのが好き、うん、あとキャベツとかも入れるとめっちゃうまいんだよ、辛ラーメンで、うん、朝飯のオレオオーズ牛乳と ね学校行く前にね刺さったね、あの牛乳かけてねってね、ね、飲んじゃえるからね、こういったのでね、イージーカロリーだよね。来ました皆さん、日本の誇りフルーツグラノーラです。これは宇治抹茶味かな。だいたいこういったシリアルの裏ってなんかバランス表みたいなの書いてあって、これは書いてないんだけど、バランス表みたいなの書いてあって体にいいですよみたいな書かれてるけど、基本的に砂糖と油の塊です。信じないでください。だけどあのね、まあ、美味しいから今回は買っちゃいます。カップラーメンになります、はい、6個入りなんでね、3個入りか、うわー3個入りか、6個欲しかったな。じゃあ2つ買えばいいんだ3×2で6 だ辛ラーメンも買ってあるからね、カップラーメンはこれだけでいいや。ちょっとこれやばいな、夜のあの夜食っていうの、おやつっていうの多すぎてガチの生活習慣病になりそうだな。あれか、あ、こちらにも日本の誇りがあります。アミジャガうま塩厚切りポテトチップス食ってきます。あとは、あ、これなんか韓国なんかチョッポギじゃないな、トッポギか、トッポギいきます。トッポギ、何これうまそう、ペロペロだって、なんか日本風の名前になってる、多分うまいよ。多分こういう考えでね、タイのマーケターね作ってると思うんだよね、日本風の名前にすれば多分うまいみたいな。あ、これも結構有名だよね、クリスプチョコ。そして、あ、やっぱグミもね、ちょっとね、バスとかでね、ちょっと小移動の時にね、一口ね、砂糖のドーパミンストライクね、頭にね、ちょっと与えていかないと足りないんで、このフェットチーネグミね、これアルデンテな感触がいいんだよね、うん、やばこれ特大サラダ油うわ待てよ、これはもしかしてカップラーメンの箱買いじゃないですか。これはバリューパックかな、215バーツだから、まあ、約1000円ぐらいで、どんだけ入ってんだろう、40個入りだったよ。2ヶ月持つんじゃね、2日に1回ペースで食ってさ、行こっかな。でこういうの大体あれカートの下に置くやつだよね、あのカートの下にこうやって置くんだよねいやこんなもんでいいかも。お疲れ様です。ってことでこちらが今回僕がゴミクズ食生活をするために買ったゴミクズ食品の数々のあのものです。まあでもよく見るカードの中身だよね、これ。全然こういうの買ってる人いると思うね。カップラーメンにお菓子にね、シリアルでね、サラダ油からのね、クロワッサンにお弁当にね、こういったね、油で揚げたお惣菜ね、加工食品、加工肉ね、やってたっぷりそこにマヨネーズ塗って、でご飯すら炊けないやつはご飯まで買う。でパスタとね、うん、まあこんな感じ、ね、タイの焼きそば食ってお腹いっぱいだよもう。でも本当にこういったものから自分の体作ってる人いるんじゃないかと思う、うん、それは生産性落ちるよ、それは脳みそ動かないよね、余計な脂肪ついちゃうよ。これはね改善していかなきゃいけません。こんなんやってたらじゃあいつまでやっても理想の自分にはなれないわけよ。っていうことでこれからちょっと、じゃあ実際どういった食品を買っていくべきなのか、俺が普段買ってる食品どういう風に食材を選んでるのかっていうのを皆さんに紹介していきたいと思います。ってことでこれからはハイティーな食事、レベルの高い男が買う食材っていうのをみんなに見せていきたいと思う。でこれは実際に俺が食べてるもの、俺が食べてるものを真似したらお前らもまあ俺ぐらいにはなれるんじゃないってところでやっていこうと思います。俺がどこから、ね、こういったのを勉強してるかっていうと、今 YouTube でめちゃくちゃ参考にしてる人がいて、ポール・サラディノっていう人がいるのね。その人はなんかちゃんとした栄養学の資格みたいなの持ってて、マジの健康オタク。だからその人が言ってることをベースにいろいろ選んでるからほぼ間違いないと思う、うん、ってことでやっていきたいんだけど、まず皆さんあのね、筋肉マンたちね、あのご愛用の鶏胸肉です。はい、まあ値段見てもらえば分かるんだけど、153、これ日本円で500円ぐらいかな、うん、で隣のやつがまあ
同じぐらいの量だけど半額なんだね。うん、だけどあえて俺はだいたい倍の値段するこっちを選んでる。なぜかというとこっちはオーガニックだから、あのホルモン剤とかやってないし、フリーレンジで放し飼いされてる肉の肉だから、あのより栄養価が高くて体にいいと。でビタミンだったり、まあ、その他いろんな、ね、栄養素ってのが普通のこういったホルモン剤打ってるやつとかね、こんなちっちゃいあの鳥かごに閉じ込められて息苦しく育った鳥よりもかなりいいものになってるからね。でいいものを体に入れたら自分自身も良くなるっていう、まあ、そういう理論で俺は少し値段があってもこういったものを買ってます。でもちろん前までは俺もこういった安い方を買ってたけど、まあ買える人ってのはこっちを買った方が俺はあのいいと思う。でもう一つが鶏もも肉、こちらもフリーレンジで放し飼いでホルモン剤打ってないいい鶏肉です。だからあのみんな鶏もも肉っつって脂っぽいとかって言ってあの避けたりするけど、俺は全然いい鶏肉だったら脂ついてても OK だと思ってます。で次がこちらハイティー必須食材、卵です。これもエスピアブランドさんのね、フリーレンジ放し飼いホルモン剤打ってないね、あの黄身がたっぷり入ったリッチな栄養価がすごく高いいい卵です。はい、これも普通の65バーツね、普通の卵と比べて倍の値段します。105、まあ倍まではいかないけど、まあ約倍の値段がする卵なんですけど、いい鶏から生まれてる卵だからね、より体により栄養価が高いってことで、俺は値段が少しあってもこっちを選びます。ってことで次がポール・サラディノ氏によると、どの肉よりも栄養価が高い牛肉ね、その中でも彼がめちゃくちゃおすすめしてるグラウンドビーフってのを頼んでいきたいと思います。あ、見たいかい？ Can I get 500 gram of this, please? だいたい 500g で頼んでるから2、3食分だね。そのポール・サラディノ氏によると、ステーキとかよりもこっちの方が牛肉全体をマッシュして作ってるから、そのいろんな要素からいろんな栄養素が取れるっていうことで、あのステーキよりもこっちをすごい推してました。 Thank you. アプンカップ。ってことで次が、俺のインスタフォローしてくれてる人は見たかもしれないけど、俺が大好きな油たっぷりのねサーモンです。はい、こちらのサーモン結構値段あるんですよ。314バーツなんで1200円ぐらい。うん、ただ俺は1食で1200円のサーモンを食べます。これを2日に1回から3日に1回ぐらい食べてる。うん、あんまり食べ過ぎてもその魚って重金属類とか、ね、最近海洋汚染であんまり良くないって言われてるから、食べ過ぎるのは良くないのかもしれないけど、魚から取れる油ってのはすごい栄養価高くてめちゃくちゃテストステロンにいい影響をもたらすんで、あの必ず3日に1回はこういったサーモンで油たっぷりのねテストステロンをぶち上げる魚っていうのを食べてます。お皿に乗る中でメインの食材はだいたいこれ、肉、魚、卵以上。はい、これが俺の体を作ってるメインの栄養素です。だいたいこれをあの毎食変えていくっていうのが俺のルーティンになってる。うん、ということでちょうどフルーツのゾーンにいるんで、フルーツも買っていこうと思います。フルーツは俺は結構パイナップルが好き。これ別にプラスチックに入ってるけど、あのプラスチック熱加えてなければ大丈夫だから、ね、プラスチックに熱加えるのがマイクロプラスチックがその食べ物に流れ込むっていうのであんまり良くないって言われてて、まあ基本的に熱加えてなければそこまで気にしなくて大丈夫だから食べてます。今回はちょっとこれも挑戦してみようかな。これ多分ドラゴンフルーツとグレープフルーツ、うん、この辺もいいんで体にビタミンたくさんたっぷりフルーツってなぞってます。で基本的に俺フルーツ食べる上では皮は食べない。なぜかというとやっぱり農薬とかね、その雨とかがかかっててあんまり良くないものも体に入れてしまう可能性があるから、だから基本的にフルーツ食うときは中身の部分しか食わないね。キウイとかリンゴとかもそうだけど、まあバナナとかもそうだね、皮は食わないよね。うん、でバナナも簡単な栄養補給ね、トレーニング前とかエネルギー補給にめちゃくちゃいいです。ブルーベリーかな、まあブルーベリーは皮ごと食うしかないんだけど、しっかり洗えば問題ないと思います。本当はオーガニックがあればいいんだけど、多分オーガニックないんだよねこんな店。うん、めちゃくちゃ体にいいんでどうしてもブルーベリーは取らなきゃいけないです。あとは野菜のゾーンに行ってきましょう。ちなみにフルーツは結構俺炭水化物として取ってる、うん、エネルギー源として。あとライムも必ず
その俺料理の味付け基本的に自然の味、その素材の味を生かしたものしか使わないから余計な調味料入れないわけよ。ってなるとして味が寂しいっていうのがあるから、あのこういったライムとかレモンとかで結構さっきのサーモンだったり鶏肉を味付けしてる。ってことで野菜いきますか。野菜は諸説あるんだね。そのポール・サラディノ氏によると野菜にはディフェンスケミカルってのが入ってて実は体にあんまり合わないと。だからポール・サラディノ氏によると野菜を食うなって話なんだね。野菜は体に悪いから。ただあんまり科学的根拠がはっきりと出されてないからそんなにたくさん研究も出てない人について、俺はそこどうかなって思ってて、野菜食べてる時の方が調子いい気がするから俺はサラディノ氏の意見を無視して野菜を食います。ただどっかにあるんだけどケールっていうね、これかこれ、めっちゃに体にいいっていう話で俺ずっと食ってたんだよ。だからこれ食ってるとずっと腹壊してたんだね。やめたんだよねこれ食うの。理由を、まあ、結構探ってたんだけど、やっぱりそのディフェンスケミカルっていうのが入ってて、その防衛本能の野菜の食べられないようにするためになんか野菜自身で作り出すその物質みたいなのがやっぱりたくさん含まれてるから体に入れると腹を壊すっていう、うん、そうだからこういった野菜を俺は避けてる。で今のところ俺の体に合うなって思える野菜はブロッコリーとキャベツ、これもオーガニックかな、うん、なるべくやっぱりオーガニックのものを選んでます、うん。まあ、全部が全部オーガニックにするのは難しいんだけど、ね、スーパーによっては売ってないかもしれないし、ただできる限りオーガニックにすることによってその摂取するその化学調味料、その農薬の量を減らすっていうのがいいと思いますね。ブロッコリー、なんだこれ、巨大サイズ、やば、でかいか小さいかの2択みたいな、うん、2つでいいや。でポール・サラディノ氏によるとフルーツは反対に食べてほしい部分なんだよね。だからわざとこういうなんか彩りが良かったり甘くて美味しかったりするんだね、野菜と比べて。あのフルーツってのは人間に実際に食べてほしい部分だけど、そのフルーツをその実らせる苗だったり木だったり下の茎とか葉っぱとかってのは実は食われたくない部分だから、その植物にとって。だからディフェンスケミカルがたくさんあの含まれてるって話。去年の野菜は、まあ、もちろんたまにバリエーション変えるけどキャベツとブロッコリーがメインだね、うん、あとはアボカドかな、アボカド、うん、アボカドはちゃんとねそのいい感じの硬さのやつ1個選んで買ってますね、うん、あとはもうすぐ終盤っていうかもうそろそろ俺の買い物は終わるんだけど、俺が最近ハマってるのはこちらっす。うわ売り切れてる、売り切れてます。俺が毎日買ってるからかもしんないけど、まあ、代わりに今日はアップルジュースでいきたいと思うんですけど、これなんと1本1000円します。1本1000円のアップルジュース、なぜかというとこれはもう 100% 完全に絞りたてのアップルジュースなんですよ。普段ブラジルから送られてきてるんだけど余計なもの一切入ってないと。だから多分普通のやつは100円、200円ぐらいなんだけど、俺はあえてこういった 100% のフルーツジュースを、ね、炭水化物源として取ってます、うん、ここに Not from concentrate って書いてあるんだけど、コンセントレートってのは濃縮還元のことね。濃縮還元ではありませんね、完全に絞って作られたアップルジュースっていう、うん、250ml で 100kcal ぐらい。だから俺バルク中なんだけど簡単にカロリー摂取したい時にガブガブガブって飲む、めっちゃうまい、うん、あとは来ました、こちらグラスフェットの牛乳です。でこれも放し飼いで、あの牧草を食べて育った牛から取れた牛乳なんで、あの普通の牛乳と比べてめちゃくちゃ高いし栄養価が高いと。そうだからあえてこういったものを飲んでます。ポール・サラディノ氏によると牛乳はめちゃくちゃ栄養価高いし、あのかなりそのテストステロン生成にもすごくいい影響を与えるという話をしてる。普通に新聞に体に合うから飲んでます。いいカロリー源にもなるし脂質源にもなるし今のところ問題は感じてないです、牛乳を飲んでて。ただこのね壊れた冷蔵庫には問題を感じますこんな感じかな。あ最後にみんなに唯一俺が許可を与えるお菓子を紹介したいと思います。このお菓子だけは食べていいよ、このお菓子だけは。それがなんとカカオ、こちら 99% のダークチョコレートでございます、はい、まあ 90% 以上だったら OK かな、
本当は 90% ぐらいが味的にはちょうどいいんだけど、まあ、ないんで今日は 99% で。カカオにはいい脂質が入ってます。でリラックス作用とかもあるし、体にいいとして有名ですね、これ唯一取っていいお菓子、まあ、めちゃくちゃ苦いけど、お菓子と言えるのか分かんないけどね。でも俺はよく食べてますね。まあ、こんな感じかな。あとは基本的に油ね、油は意識の低い食感は多分サラダ油使ってると思うんだけど、俺は最近はバターを使ってますね。グラスフェットの、これもポール・サラニノ氏によると一番いい油の摂取源っていう、ね、オリーブオイルとかココナッツオイルとかよりも何倍もその栄養価が高いっていう風に話してる。飽和脂肪酸っていうね要素が結構たくさん含まれてるから体に悪いだろっていうね話あるんだけど、ポール・サラニノ氏によるとその飽和脂肪酸こそがその質のいいものであれば結構体にいいと、で重要な要素だと。テストステロン生成にもそうだし、で、まあ、よく考えてみてればそうなんだよね。で牛乳とかもそうだし、牛肉とかもそうだし、ね、魚とかチキンとかね、そういったところから油取ってたから、もともと人間ってのは、だからそういったものが一番体に合うってのは理にかなってるというか、俺も確かにそうなんじゃないかなって思う。で実際に食ってて体でそう感じてる。これもグラスフェットバターですね。放し飼いで作られたバターっていう感じかな。まあ内容的にはこんな感じです。でここにジャスミンライス、オーガニックのが、まあ、家にあるんでここには入れてないけど、まあ、基本的には米と肉、野菜、おやつにフルーツだったり牛乳だったり、ね、アップルジュースだったり、そういう風に食べてる。これが俺の食事だね。でここから今は4000キロカロリー取ってます。たくさん食べる。これはこういうようなものを、こんな感じのショッピングを2日に1回か3日に1回してるね。これだいたい全部で 4,5 千円するんだけど、そういった感じで2日に1回3日に1回ショッピングして自分の体に必要なものを買ってますね。で今のところすごい体調いいです。体にこれ常時サーティファイド食材、サーティファイドってのは実証済みみたいな、これは俺の体に合う食材。もちろん人によってはブロッコリーが合いませんとか、このグランドビーフが合いませんとか、マジで人それぞれ体に合う食材っていうのは違うから、自分で見つけてどういったものを食ってる時調子いいのか、どういったものを食ってる時うんこの調子いいのか、体の調子いいのか、ちゃんと見極めてって最高の体調ってのを作っていくといいんじゃないかなって思いますね。テストステロン上がるとマジいろんなことに対してやる気起きるからね。ジムでも、あ今日ジム行きてってなるし、仕事に対しても仕事やりてってなるし、気分いいんで生きてて幸せになると思うんで、俺本当にそれが幸せを作ると思ってる。食材こそが幸せを作ると思ってる。だからまあそういったの含めてね、まあみんなにちょっとこういったのを参考にしてもらって、完全に真似しろとは言わないから、いい部分だけでも取って自分の生活に落とし込めるのがあれば、どん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 落とし込んでいってください。ということで、きついときこそやらなきゃいけないことやろうぜ。じゃあ